可愛いし、アイスも可愛いし。こんにちは、工場長です。今日はこちら、学校 DIY ノート猫をやっていきたいと思います。で、今回使うのはこちらのダイソーで買ったスパンコールテープ。これを使ってノートのデコレーションやっていきたいと思います。よかったら見ていってください。それでは作っていきましょう。材料はこちら用意しました。まずはデコりたいノート。そしてフェルト。接着剤は G クリアを使います。そしてスパンコールテープ。スパンコールテープは全部ダイソーで買ったものです。材料は以上です。まずはノート全体にスパンコールテープを貼っていきます。G クリアをノートの上からちょこんちょこんとまっすぐと引いていきます。そして爪楊枝とかで少し伸ばしてスパンコールテープを貼っていきます。で、スパンコールテープ表と裏があるのでしっかり確認して糸がたくさん並んでいる方が裏なので糸の面が下になるように貼っていきます。そしたら同じようにしてこの下に G クリアを置いてまたスパンコールテープを貼っていきます。ここからまっすぐさっきのスパンコールと半分ぐらい重なる感じで乗せます。これを繰り返し貼っていきます。この下の段に切れ替わるときに綺麗に貼るコツとしては爪楊枝を使って最後のこの上の段、ここの穴をちょっと爪楊枝で押さえたまんま下のスパンコールをキュッと下に90度引っ張ってこの上の一番端っこの真下にこのスパンコールが来るように調節して下の段の端っこを爪楊枝で押さえといたまんま次の列まっすぐ貼ると綺麗にできます。次はここの上の端っこを爪楊枝で押さえといてでこっちの次のスパンコールを真下にキュッと持ってきて真下に来たスパンコールの穴を次は爪楊枝で刺しといてそしてまっすぐ引っ張って貼るとこんな感じです。こんな感じでスパンコールテープ全面に貼っていきました。そしたら続いてフェルトを好きな形に切っていきます。私は今回リボンとアイスクリームそしてスイカあとさくらんぼこの形に切っていきました。切ったフェルトの端っこそこに G クリアを塗っていきます。そして縁を取るように黒いスパンコールテープを貼り付けます。縁を取ったら次は中をスパンコールテープで埋めていきます。今回これはスイカなので赤いスパンコールテープで埋めていきます。さっきのノートを貼った時と同じように上のスパンコールテープ半分ぐらいに重なるようにだん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 と重ねていきます。そして緑色に切り替えてスイカの皮部分を作っていきます。黒いスパンコールで種をつけていきます。これでスイカ出来上がりです。続いてアイスクリーム。アイスクリームもさっきと同じように最初にフェルトの縁を黒いスパンコールで埋めていきます。縁は黒いスパンコールじゃなくてもいいんですけど黒が一番物の形がはっきり見えるのでそのモチーフが何なのか分かりやすくなります。縁を取り終わったらまたさっきと同じように好きな色のスパンコールで埋めていきます。隙間ができないようにしっかりと埋めてアイスクリーム完成です。次はさくらんぼ作っていきます。
フェルトの形が違うだけで作り方は全部同じで、最初に黒いスパンコールで縁取りをして、あとは中を埋めていくだけです。さくらんぼの出来上がりです。こんな感じで他にもいくつか作っていきました。あとはこれをノートに貼り付けていきます。スイカも可愛いし、アイスも可愛いし、でもリボンも可愛いよね。どうしようかな。なんかロゴ文字を作って、ここに算数とか国語とかそういう言葉を貼っても可愛かったんじゃないかな。ちょっと今更なんですけど、でもリボンをここに置こうかな。そしてスイカも入れたいけど、今回のこのノートにはちょっと合わなさそうだから、アイスクリーム、そしてニコちゃん、まあ、今回はこんな感じでいいかな。で、貼り付けるときまた G クリアを使っていきます。まずリボンを真ん中に貼って、アイス、よし、これで出来上がりです。ちなみに今回普通のフェルトで作るのをご紹介したんですけど、とかで後ろはシールタイプになっているフェルトもあるので、そっちで作るとただ剥がすともうシールになっているので、そのまま貼って使えるスパンコールワッペンができるので、そっちで作るのもおすすめです。ということで、今日はダイソーで買ったスパンコールテープを使ってノートをデコレーションしていきました。ノート以外にもこのスパンコールワッペン、いろんなデザインの作って他のものにくっつけて楽しむこともできるかと思うので、よかったら皆さんも作ってみてください。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。Thank you.